現在は在宅勤務が主流になってきています。この世界に存在していてくれてありがとう。今在庫が切れているみたいなので今度また来ましょう。それで要件は何でしょうか？件名を入れるのを忘れないようにしてください。条件付きで認めてもらえました。右側のものから使っていってください。そばにいないときに大切だってわかるものですよ。側面もちゃんと拭いてくださいね。